とくね。ありがとう。見て、みんなの悩みを見てるようか。はいはい。じゃあ先ピザ食べたいわ。ピザ。いいよいいよ、もうその自由。ピザ食べよう。ニューヨーカーだ。これをすっごい速さで畳むバイトしてたこの箱でっかでっかい。うわー、初めて見るクワトロ日本。クワトロニューヨーカー美味しそう。じゃあその痛そう。うん、じゃあ食べよっか。はーい、せーの、いただきます。スープもありがとう。なんかマクド食べてるやつがめちゃくちゃ回ってたな。回ってた。やっぱ食べる動画って需要あるなって思う。すごいよね。なんでなの？でも私も食べるやつ見る。YouTube 見ちゃうよね。食事の、それこそ食事のタイミングとかで見ちゃう。いただきます。あれめっちゃ見ちゃう。マミちゃんにも言ったけど。レインボーのジャンボさんのクーチャンネル、あれめっちゃ見ちゃう。めっちゃ見ちゃうよね、あれ。なんかすっごいし幸せな気持ちになる。高尾さん、高尾さんが食べてるとこ見るとなんか笑顔になる。食事の動画あげたいよ。だからチェルミコのチェルミコって言っちゃった。チェルミコのたまにコンビニのご飯とか食べるんだけど、イベントとかあとレコーディングの時とかそういうのの やつとかあげたい。食べてるとこ、あ、いいね。選ぶのも面白いじゃん、うん、コンビニでこういうの買うんだとか、人の見るの楽しいから、うん、もしかしたら見たい人いるのかもなって思って、うん、これが大好きなの。なんか当時はイタソって呼んでたけど、今は名称が変わってるかも。うん、イタリアンソーセージなの。へえ、これ大好き。うん？いやもうマジでもう何でも似合うな。要は。これがすごい効いてるよ。アポヘンコ、なんかサラミでかくなった気がする。うーん、ペパロニ。なんかジーニーにコーンポタージュ頼むの初めて。自家フォークで。うん、うみ、うん、うめえよね。私これが一番好き、このイタソーとペパロニのやつ。これはやばい。これうまいよね。ピザ、うん、ピザって感じ。美味しすぎるんですけど。だから自分で頼むときはこれだけで頼んだりする。1枚丸々、これ1枚丸々、うん、あんま食べたことない人と食べるときはクワトロとかにする。いろんなの食べたいかなって思って。ちょっともらおう。え、もらった。これイタソ乗ってないんだよ、うん、あ、ごめんね。あ、そっか、ごめん。いいよ、一個だけあげる。ありがとう。嬉しいかなこれ。ありがとう。嬉しいっしょ。うまそう。食べてるだけ、うまいってことだよ。質問答える。お悩み相談。痩せたいのに生理前爆食いを繰り返してるからずっと変わらない。あー、わかるっていう質問、質問っていうか悩み相談っていうかぼやき質問ではないもんね、うん、
そっかって。でも食べた方がいいその時は。わかる、うん、私も同じ考え、うん、めっちゃ食べたくなるじゃん。ホルモンって抗えなくないもん。もう本当に小さな粒なんだよホルモンって、うん、なのにさ支配されてるよねだからもうその波に乗る、うん、乗りこなす、食べる食べる、とにかく食べる、で食べまくる。その後食欲なくなんない？なくなんない。なくなる時期ある？食欲基本あるんだ。いいね。甘いもん食べたくなったりするかな。あ、甘いもんってどうしても食べたくなる時あるよね。ザクチキ、ザクチキ、ザクチキうまいね。ザクチキすごいなこれ。ザクチキの何、これはすごい、恥じない。なんか MBTI をやってくださいみたいな、めっちゃ来てたよ。なんかその診断の結果は、なんだったっけな。あ、やったんだ。何回かやってんじゃん一緒に。私いつも忘れちゃうよね。そう忘れちゃうのよ。これか、やってみよう今。うん、やってくださいって。あれ、あ、でもあと別の企画で、うん、別で一回、別で質問な、後でやります。悪い女に捕まりすぎる、でもそんな人ほど惹かれてしまう自分も悪い。楽しんでんじゃんいいじゃん悪い女って何？なんだろうね。連絡返してくんないとか、彼氏いるとか。うーん、浮気するみたいな。浮気するとか、モテ遊ばれてるみたいなこと。モテてる人が好きみたいなこと。まあそうだ、悪い人って言うよりは、うんうん、確かに中村さんが一番正しいこと言ってる。そんな人はおらんよ。そんな惹かれるってことはええ人なんちゃう。うん、間違いない中村さん答えといてよ、うちらピザ食べてだってめっちゃおーってなったもん私今。おー確かにって、うん、最近毛量は少し減ってきました。お二人のおすすめのヘアケアを教えてください。毛量か、頭皮のマッサージとかはいいって聞くよね。うん、あれや好き、ウカのさ針が剣じゃん。でリンスしてる時とかにこうやってグリグリグリ、気持ちいいんでしょ、あれね。あと普通のシャンプーの時じゃなくても、乾いてる時でもこうやってグリグリって楽屋でやってたりする。へえ、あ、そんなのあんの。うん、トゲトゲになってる。バリ方みたいなのとか柔らかいのとかいろいろあって、それいいよ。でもそれがケアに効くかわかんない、生えるかはわかんない。病院気な私リファっていう、なんかそういう美顔ローラーみたいなとかをいっぱい出してるメーカー、これグリグリグリやってる人いる。あれの頭バージョン。もうある。でもグリグリをそのまま頭にも使えるんだけど、頭だけのやつがあって、それやってる。ウィン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 、動くんよもう勝手に男友達から付き合うがベスト、助走期間はいる、いつも突っ走りすぎてフライングで失敗するので教えてください。あ、フライングか。ちょっと友達会ってからになってから付き合うか。うわっていう男性からのむず質問。まめこは友達から付き合ったパターンあったっけ。あるし、私はそっち派なんじゃないかって思ってきてる。うん、信用できないから。出た、そうだった信用が大事だからね。うん、言われて、あれってなった。言われてた。どっちにもメリットある。うん、友達から知ってた方がこういうのあった、いきなりドンの方がこういう感じだった。あー、メリット、でもいきなり付き合うのは、まあ、勢いだから楽しい差はあったけどな、うん、
ら知っていくって感じだもんね。付き合ってから知っていくっていう。うんうん。レイチェルいきなり付き合ったことあった？大体いきなり付き合ってるよ。そうだっけ？うん。結婚した時以外は。ガーって好きになって。確かに。結構そうかな。友達から付き合うってなかったか。なんか友達最初からなんだろう付き合ってもいいなっていう目で見ちゃってるかも。あーなるほどね、うん、で付き合ってない状態っていう存在があるけど、もう絶対付き合う、あいつかは付き合っても良いフォルダみたいな感じに、うん、でもその分け方あるよね。入れちゃうなぜか。マジでない人もめちゃくちゃいるじゃん。でそう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 、この人とは絶対ないっていう。ベースでないから始まってんの人が多いけど。多いけどやんわりいいなって、たまに、うん、あ、 ありなのか、うん、いいなって思いながら、うん、一緒に時間友達として過ごして、うん、から付き合うパターンは、うん、あるよね。ないフォルダー、基本ないフォルダーから始まっていって、うん、こう時間経って過ごすと、うん、そのフォルダにこうグンって入って入ったり出たり入ったりする人が多いと。いや私最初から結構分けちゃう。あーそうですね。でも私もそうだな。ないってなったらずっとないな。ない。もうな、もうそっからはもう出ない。うん。うん、じゃあこの人はもうそうならんようにドンっていった方が良さそうやな。でもフライングでミスってるっていう。うん、結構でもそのパターンもあるよね。逆に自分がそういう告白のされ方して。うん、みたいな、うん、あるじゃん。ある。あれってことじゃない、だからその質問者の方は。そうだね。あでもないってなったらもうないからな。助走期間いる。助走のことじゃなくて、そうそう勝手に走ってるだけで、勝手には別にない。その何距離を設定してるだけで、その ルールというか勝手にそのね。バトルにしてるだけで、こっちは最初から別にないかなみたいな感じだったらもうないからそこ答えになってない。ごめん。でもそうなんだもん。見極めが大事なんじゃない、最初にその人がも自分のこと好きになってくれそうだなみたいな。その見極めは どうやる、どうやんだろうね。確かにね。えでも絶対いや本当にでもそうだよね。どうやって見極めたらいいんだろうね。それで分かんなくて、え好きかもって多分向こうもこれ両思いかもってなって告ったら、うん、えあじゃごめん全然そんじゃんそんなつもりじゃなかったわって言われてんだよ、うん、どうやんだろうね。どういう風にしとけばそういうつもりにさせられるの。でも最初にあどうしようかな、好きになる可能性あるわって言っとけば最初友達になるときに。なるほどね。なんかあなた素敵だね最初からなんかもう素敵だね、うん、好きかもまだ友達か恋人か分かんないけど好きかもみたいな。怖っ最初からそういう目で見てくるやつやだもんね。やだやだ怖いもんね。けどそうしないと意識はしないんじゃない、うん、まあでもそうだな、十分にそういう感じ出しとく。もうすごい、あ二人で遊びに誘ったり、そうそうそう、だから俺のこと絶対好きじゃん、私のこと絶対好きじゃんって相手は思ってる状態、うんうんうん、だけ好きって言わない状態みたいな。ほのめかしとけよみたいな、うん、なんか今度二人でさご飯行きたいんだけどさなんかデートってでも言ってもらわないと私分かんないわ。分かれよ、分かるだろ。飲みに行こうとかって別に飲むじゃん。あまあな、じゃあまあデート行こうっていうのがいいのかもしれないね、うん、デート行こうがいいです。あいいじゃん、今のいいよかった、うん、時間かかったけどよかった頑張って粘ってよかったね